ファントリ株式会社の矢田部敦と申します。私の会社ではですね、ウェブマーケティングのコンサルティングを行っております。そのウェブマーケティングの研究のためにですね、恵比寿で美容院を実際に経営してみたり、江戸川区で2園保育園をですね経営してみたり、八王子で生産して販売しているカスピ海ヨーグルトの種菌というですね、そういったものもやっております。そこで研究したことをですね、実際のコンサルティングに生かすということをしている会社です。私がですね、高橋貴子さんと出会ったのは本当に僕が起業する頃ですね、起業している頃にですね、メールマガジンの発行について少しサポートをさせていただいたんですが、その頃からですね、本当にずっとこうお世話になっております。私が思う高橋貴子さんの本当にね、いい部分、本当尊敬する部分をですね、今日は3つご紹介させていただきたいと思いますので、1つ目はですね、実際にですね、高橋貴子さんは、パン教室を大人気にしているという点ですね。私たちもマーケティングをやりながら経営をしているんですけど、やはりですね、マーケティングの理論を知っているのと実践した内容を教えているのではやはり価値が大きく違います。マーケティングを勉強してですね、やってみた、実践して実際に現場でやってみるとですね、全然うまくいかなかったり、またはですね、本当やんない方が良かったんじゃないかということも結構あります。その中でですね、高橋さん、高子さんはですね、パン教室を自分でやって研究した内容をお伝えしているので、とても価値が高い、企業のノウハウとしては、起業するためのノウハウとしてはとても価値が高いものを教えられていると感じています。そして現場でやってきたからですね、こそのセンスであるとかデザイン、ライティングとか見せ方とか、本当にこう素晴らしいものを持っているなと思います。いつも驚かされます。クオリティも高くて、サービス精神もすごいこう豊かですよね。それがたとえ懇親会とかパーティーとかですね、ちょっとお会いした時にだけでもですね、やはり一つ一つにクオリティの高いことをされていますし、サービス精神旺盛でいつもこっちで楽しませてくれる、そんなところがあるのかなと思っています。で、3つの中の2つ目のおすすめポイントは、経営者としても超一流ということです。これはですね、やはり経営者としていろんな大変なことが あると思うんですけど、高橋さんは何事にも努力、必ず努力して何かじゃあ一つこれみんなでやってみようと思った言った時にですね、誰よりも努力して一番成果を出してくるというですね、まあ、経営者として本当にこう、一番大事な部分をお持ちになっているように感じています。その後ろにはですね、おそらくこう、ハイマネージメント能力とかあるとかですね、パソコンを使うためのこう、そういう能力もすごいやはり一流のものを持たれているのかなと思うんですが、やはりですね、努力してずっとこう努力してきたという積み重ねが、今の超一流な部分を見せているのかなと思っています。そしてですね、経営者としてもう一つ大切なこと、売上を上げるっていうこともですね、彼女は本当にすごい素晴らしい成果を出しているなと思っていまして、彼女の場合はですね、おそらく自分のためではなくて、誰かのため、生徒さんのためであるとか、関わる人のために売り上げを上げてきているんだと僕は感じているんですけど、やはりですね、遊びじゃなくてそれはビジネスであるがゆえの、やっぱりですね、厳しさを持ってちゃんとですね、売り上げも上げているというところがですね、やはり経営者として超一流という部分に当てはまるのかなと思います。そして3つ目、これはですね、皆さんもご存知だと思いますが、人柄が最高というね、人間性がですね、最高というところではないでしょうか。何事にも努力するところは本当にね、その通りなんですけど、まず曲がったことは言いません。本当に正義感あふれる、こうちゃんと自分の中に軸があって、もう悪いこととかね、後ろめたいことなんかも絶対ない。曲がったことは言わない。本当にね、正義感あふれて筋の通った方かなと思います。だからといってですね、冷たいとかそういうこともなくてですね、常に愛情たっぷり優しい、いつもこう会うとですね、こっちを元気にしてくれるという、そういったところがあります。たまにはね、男気あふれる行く
さをみたいなね、そういった優しさも持ってますし、女性のようなこう細かいね、本当に気遣いのできる優しさも兼ね備えています。まあ、そういったね人柄の部分でも本当にいつも尊敬して、いつもすごいなと勉強させていただいております。今日はですね、こういうふうに3つポイントに絞って挙げさせていただきましたが、これ以外にもたくさん言いたいことがあるんですが、まあ、ちょっとね長くなってしまうのでここら辺で失礼したいと思います。お聞きいただきましてありがとうございました。